満鉄のシンボルだった特急アジアアジアは南満州鉄道が1934年から1943年まで大連駅ハルビン駅間の約 950km を連協線、京浜線経由で運行していた特急列車である。超特急とも呼ばれた。列車は流線系のパシナ型蒸気機関車と専用固定編成の豪華客車で構成される。 そのほとんど全てが日本の技術によって設計、製作されており、当時の日本の鉄道技術水準を示すものとして重要である。北京の中国鉄道博物館に展示されている展望車。アジアで使用された転移8型ではなく、大陸用の転移ネギ系だが、同時代に同じ技術陣によって設計された姉妹車で、デザインや構造に共通点が多い。 信用の信用鉄路陳列館に展示されている勝利7型。アジアで使用されたパシナ型757号機コピーライト、パーク、ボギョン勝利7型、1984年1932年の満州国成立当時、公海に突出した港湾都市大連と首都新京との間は満鉄連京線によって結ばれており、大連では、 大連港を発着する日本への定期船と連絡していた。アジアは国際旅客も多く利用する大連。新境間の速度及び快適性を向上させ、世界水準の旅客サービスを提供することを目標に計画された列車である。1933年に空気調和設備を備えた特急列車の開発が決定し、 翌1934年にかけて比較的短期間で開発が進められた。キング・オブ・ロコモティブとして知られた設計責任者、吉野慎太郎はアメリカンロコモティブ社に2年半も留学。帰国後の1927年にパシコ形を設計し、その後は満鉄機関車のほとんどを手掛けた。当時の満鉄理事には、 機関 1435mm の標準機、鉄道推進派の技術者、島安次郎もいた。当時の日本国内の標準機関は 1067mm の狂気であるため、スピードアップにはおのずと限界があった。アジアは満州の地でその夢を実現させようと考え、開発したものとも言える。しかし島はアジア用のパシな形に用いられた。 米国流の設計手法を全く身につけておらず、実際に参加したかどうかは疑わしい。あとに、島は、戦前の新幹線計画である、弾丸列車計画を推し進めることになるが、孫弟子にして子息である、島秀夫が設計した高速蒸気機関車もまた、米国流の設計手法ではなく、ドイツ流、それも1920年代の設計手法での、設計に過ぎない。パシナを、 ちょっとよくすればいいと実会していたが、設計手法が異なるので意図が不明である。ただし、弾丸列車計画の資料は断片的にしか残っておらず、パシナをモデルとした設計案が存在した可能性も否定できない。1934年11月1日から運転を開始したアジアは最高速度時速1 3 0メートル大連 新境間 701km を所要8時間30分で結び、標定速度は 82.5km に達した。これは、当時日本の鉄道省で最速の特急列車だった円を大きくしのぎ、戦前の日本最速である半和元気鉄道の超特急に匹敵する蒸気、機関車牽引による高速運転である。 ただし満鉄の軌道が標準機の平坦線という好条件を考慮すると速度的には当時の鉄道先進国における標準並みでしかなかったことも事実である。アジアの名称は3066通の検証応募の中から決定されたもので編成最高尾の展望車後部にはアジアの列車名とアジアの青図暗化し太陽の光をモチーフにした。 シンボルマークが掲げられていた。1935年9月1日からは、運転区間が大連春便館に延長され、大連春便館 943.3km を12時間30分で走破している。当初新京春便館は軌道が脆弱だっため、軸重の大きいパシの形機関車は使用できず、パシー形機関車で牽引していたが、 軌道が改良された後も機関車はパシロが用いられ、最後まで新京春便館にパシな形は投入されなかった。1938年10月30日に下り、アジアが連協線太平山駅で転覆し、乗務員1名が死亡、2名が重傷を負う事故が発生したが、乗客は軽傷のみであった。1941年7月、 関東軍特殊演習のため、アジアの運転を一時休止。12月に運転を再開するが、1943年2月28日、太平洋戦争激化に伴い運転を休止。同年4月には前線で最高速度を引き下げて、輸送力を増強する方向のダイヤ改正が行われ、以後、アジアの運転が再開されることはなかった。戦後、 一部の客車は満州国内に進行してきたソビエト連邦に接収されたものの、ソ連軍の満州撤退後は一部の機関車や客車を中華人民共和国が引き継ぎ、パシロ形は勝利6型、パシの形は勝利7型に解消され、保管されていた現存の勝利7型2両が一般公開されている。アジアの編成は進行方向から連結順に、 機関車1両っていう 8K 手荷物郵便車1両、波 8K3 等座席車2両、四8軽食堂車1両、路8軽2等座席車1両、転移8軽展望1等座席車1両より構成される。朝に、始発駅を出発し、夜に、終着駅に到着するダイヤで運行されたため、新台車の連結はない。なお、必要がある場合には、後方から二両目に一等車、 または二等車を一両増結することが可能だった。機関車は大連にある満鉄佐川口工場と日本の川崎車両で、流線系のアジア専用客車はすべて砂川口工場で製作された。設計にあたっては、川西航空機の協力のもと、模型による風洞試験を実施しているが、すべて満鉄の実車設計によるものである。 パシナ型機関車と専用客車を合計した一編成の製作費は1934年当時で50万円であった。南満州鉄道の車両も、参照主力牽員機は、流線形状機機関車であるパシナ型で、その全長は25.675メートル、車体幅3.362メートル、高さは4.8メートルに及び、動輪直径は2.0メートル。 運転整備重量203.31トンの大型機関車である。パシナの名は満鉄の車両命名規則に由来しており、車軸配置 2C1 のアメリカ式故障、パシフィックの7番目の機関車を意味する。流線型のカバーは鋼材の骨組みを機関車本体を覆うように組み、骨組みに後半を貼っている。当初、パシナ型の基本設計が実施された時点では、 流線形の採用は考慮されておらず、流線形多いのない状態で軸重上限いっぱいを使い切る設計となっていた。このため、設計終盤での流線形採用決定にあたっては、各部の軽量化のための設計変更に様々な苦労があったと伝えられており、特にパシフィック型の軸配置で重量配分上、軸重上限ギリギリであった。 運転台直下の一軸受台車については、上限超過を避けるために二軸台車として、ハドソン型の軸配置も検討される状況であったが、これは、受台車直上に置かれていた、自動給炭機用の動力装置一式を、淡水車に移設することで、かろうじて回避している。淡水車は軸受けに、ティムケン車のローラーベアリングを採用した二軸台車二個を、吐石炭十二トン。 水37トンを積載可能。空気抵抗低減のため、アジア専用客車と同じ断面形状のカバーで覆われている。カバーは吸水及び球炭を簡単に行うため、一部が、警報金星の開閉式とされた。線路上の性能試験では、時速1 3 5キロメートルで振動が激しく、なりそこで断念。大上試験では、 時速1 4 5キロメートルまで記録するもまたもや、振動で断念、しかし後年誇張された伝説があるふされる。以前は、川崎重工の公式サイトに、パシナの紹介ページがあり、最高時速時速1 2 0トルと記述されていた。当時の鉄道省では、最大速度1 5 0キロと認識されていたようである。1934年に、 満鉄佐川口工場で3両、川崎車両で8両が製作された。同年8月に試運転を完了、大連機関区に7両、新橋機関区に4両が配置され、大連、新橋間に投入された。なお、翌年増備された1両は、他の11両とはかなり異なる外観であった。また、パシナ型は運用の間合いで休校、ハト等の牽引にも用いられていた。 パシナ型のデザインは、流線系電気機関車、ペンシルバニア鉄道 GG1 系電気機関車やタバコ、ピースなどのデザインを手掛けたことで知られる、インダストリアルデザイナーのレーモンドロ・オービーが、絶賛している。アジアの客車は専用の固定編成が用いられ、編成全体が滑らかな流線型となるように、設計された。客車は当初小型軽量の車両を計画していたが、サービス面から、 大型車両に変更されており、大型化による重量増で速度が低下するのを防ぐべく車内の金具類にアルミニウムやマグネシウムなどの軽合金を多用し、高品質なドイツ製高張力鋼板による半割角構造を用いた軽量車体としている。また、台車を含めた床下機器はサイドスカートで多い車両間の連結部分には二重の全周ホロを用いるなど、 流線形の機関車に揃えて平滑な流線形デザインが採用されている。台車は全車両がローラーベアリングを備えたイコライザー式三軸ボギー台車を装備し、各車両の一方の台車は車軸発電機を持つ。車輪直径は9 1 5ト、mm、ルである。連結器は芝田式自動連結器を装備している。特筆すべきは手に持つ郵便車を除く全車両に 空気調和設備を完備していたことである。これは後に一般化する冷媒の圧縮で冷却する方式ではなく蒸気機関車から送られた高圧高熱の蒸気を用いる吸収式冷却方式であった。プルマン、ウェスティングハウス、GE、キャリアの各メーカーを比較した結果、キャリアの方式を採用することとし、冷房装置のサンプル1台を輸入。 これを満鉄がコピーしたものである。夏は摂氏25度、冬は冷房装置内の放熱管というか上の蒸気暖房を併用して、摂氏18度程度に室内温度を保つとされた。冷房装置の搭載は快適な室温を保つだけでなく、客室の窓を閉め切ることを可能にして、蒸気機関車の煙や高速走行による騒音、満州の荒野を吹く砂人の侵入を防ぐ効果もあった。 当時の鉄道においてこれは、著しいサービスアップであり、一つの列車全体に冷房を備えることは、世界的にも類例のない試みであった。しかし、初めての試みで故障も多かったという。各客車の車体長は、当時の満鉄客車標準の24.5メートル級で各車の自重は、約57トンとされたが、従来の広報、 材質で製造すれば十トン以上の自長像が見込まれており、時空受けのローラーベアリング化と合わせて走行抵抗の軽減に当時の技術で可能な限りの努力が払われていた。また、最高尾は当時の満鉄の主任医師、石原前席の紀九百三十三年の欧米での視察情報をもとにアメリカ、プルマン社のアルミ製試作新会社ジョージ・ M プルマンやステンレス製ディーゼル同社。 パイオニア・ゼファーの密閉型展望車のデザインを取り入れたものとなっている。なお、アメリカでの軽量車体による密閉型展望客車の営業運転が本格化するのはニューヨークセントラル鉄道の20世紀特急やペンシルバニア鉄道のブロードウェイ特急など1930年代後半のことでアジアによる定期運行はこれらに先駆けたものとなっている。 形式別外接各客車、寸法は、連結面間、距離24.540メートル、幅3.056メートル、高さ4.178メートル。これらの客車は、当初24両が製造され、全車が大連検築客車検査所に配置された。その後、1935年には増結用に八8 k 1等車2両と、路 8K2 等車1両が新造されている。 元満鉄鉄道総局工作課の前島によると、アジアの客車デザインに際しては、ドイツ帝国鉄道のフリーゲンターハンブルガー等が参考にされたため、両社の車端部形状は大変に通ったものとなっている。また当初は高速走行のために軽量化しなければならないため、小型車体で二軸ボギーの車両を設計したところ、より大型化する洋上市から、 設計変更を命じられた事実がある。この背景には、関東軍の圧力があったものと考えられている。なお、軍部は大祖戦を想定し、戦時にアジア要客車を病院列車に改造して、患者輸送用に転用することを念頭に置いていた。前島もアジア要車両の完成後に、関東軍の命令で、病院列車に改造する準備設計を行ったと述べている。 アジアの満州国や日本における人気と知名度は高く、1930年代から1940年代初頭における満鉄の代表列車として広く親しまれた。一等車、二等車は元より三等車でも居住性は極めて優秀で、シートピッチと座席の奥行きがやや狭いことを除けば、アジアの三等座席は一般列車の二等座席に相当するものであった。 ジャパンツーリストビューロー発行の満州シな記者時間表彰は15年8月号にはアジア食堂車での提供メニューとして洋式定食、アラカルト、和式定食、丼ぶりが挙げられており定食の価格は昼、夜いずれも2円。また、1935年9月のハルビン延長時からは食堂車での白系ロシア人ウェイトレスの乗務及びオリジナルの アジアカクテルの提供が開始されている。アジアカクテルの正確なレシピは現存しないが、山崎達郎の著書では、以下の説が紹介されている。ジャパンツーリストビューロー発行の満州市な記者時間表彰は15年8月号に掲載されているアジアの停車駅は、以下の通り。大連駅、大石橋駅、安山駅、宝天駅、紙幣外駅、新京駅。 直営機創上保駅ハルビン駅11月1日、改正台やハルビン行きの列車番号は11、大連行きの列車番号は12である。また、アジアは、大連で、大阪商船の神戸文字大連間航路に、接続し、日本本土と満州を結ぶ、国際連絡運輸の一翼を担っていた。下表は、アジアを利用して、東京と満州を往来する場合の最速ルートを、 示したものである。なお、アジアを利用する文字、大連経由ルートは、東京を出発してから新京に到着するまで、最速でも74時間20分を要したが、寒腐連絡船を利用し、朝鮮半島経由で満州に至るルートを利用すれば、東京を出発してから最速54時間45分で、新京に到達できた。アジアの牽引機関車を描く満州国切手。 ありがとうございます。